かっこいい。ドドンっつって、これは木敷とかと同じタイプかな。グレンの炎、やはり美しい。この私の炎で焼かれるとは、運のいいゴミどもですね。うせえ。お前は国旗会感謝。お前が町に火を放ったのか。そうですよ。汚らわしいゴミは燃やすに限りますからね。ゴミやって、罪もない人を苦しめるって何考えとんねん。うちがとっちめたる。何がおかしいねん。お前たちがここの人間どもを避難させた場所、あそこにはあらかじめ爆弾が仕掛けられていましてね。悪いやつだな、こんつは。ほんと心底悪いやつだな。私が持っている起爆装置を作動させればどうなるか。なんて卑怯なやつなの。最低。人の命を何だと思ってるんですか。ゴミを燃やしてテートをきれいにしてるんです。この野郎。アイリス、こいつ大嫌い。そうだよな。この男、本物のゲスですわね。お前なんかにうちは絶対負けたりせえへんで。うちはうちの大事な人たちのためにも負けるわけにはいかんのや。いつまでその強がりが続きますかね。やるか。なんか変なのあったっけ、こいつ。そこまでよ。え？起爆装置が。何者？あれは。かっこいい。かっこいい。マリア。マリアじゃないか。ニューヨークに出たらマリアだね。遅くなりました。マリア橘、ただいまより花組に復帰します。めちゃくちゃ頼りになるじゃん。ちょ、マジかよ。ああ、マリアが来てくれれば百人力だよ。ゴミどもが、許さんぞ。なんつう名前なんだこれ。燃やしてやる。燃やし尽くしてやるわ。お前たちもこの町も全て灰にしてくれるわ。切れたな。うー、いっぱいいる。砲撃型が一体な、下に。砲撃型のやつだな。これ青は砲撃型なんだよね。初手が向こう溜まってんのか、これ溜まってんな。で撃ってくんな。順番、あ、危ない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 。順番見よう。大神さん、コーラン、さくらくん、マリア、すみれくん、カンナ、こいつか。でアイリス、レイニー、織姫。なるほど。あ、一応これ見れるのか。初手打ちどうかだろうな。初手打ちあるな。初手打ちすっか。初手打ちで
カバーを入れてダメージを抑えよう、コーラン、とりあえず。で、なるべくギリギリまで近づいて撃って、でこいつはどうせ4体でしょ。なんか後から湧いてきそうだけど、まあ、とりあえずここで近づいて撃って、で、一旦、こいつのゲージをたまんないようにしよう。ちょうど入るよな、たぶん。あ、危ない。あー、いつも1体入んないけど、まあいいか。3体やれば十分だな。撃ちまーす。うちらの力が揃うとき、竜の力が闇を裂く。画竜転生、天まで届け。超絶猛火石竜交渉。これで2体落としてダメージ入って、でもゲージはオーバーしてるから一番うまい形ではあるよね。桜くんも撃っちゃってもいいけどね。巻き込み方で行くならこうなんだよな。どれくらい食らうかだな。まあ、あいつは長距離タイプだから余裕で落ちるでしょ。まあ、この時点で半分削ってんのかも。やりました。で、マリアで私には隊長がついていてくれる。スネークーラチカじゃなくてピーカバヤダーマかな。初だよ。運命を司る極意の死神、ピーカバヤダーマ。出た、ピーカバヤダーマ。わい、もう倒せんじゃんこいつ。もうオアだな。いやー、いやね、違う、さっきマリアいいなってね、なんか確かになってきてんだよな、俺もな。昔はもうさくらくん一択だったんだけど、最近確かにね、悪くねえなっていう気がしてきてるっていう。これなんかや、大丈夫だろうな、大丈夫だよな。マリアの立ちいいよね。あたいの番だな。そう、なんかやっぱ2のマリアいいな。まあ1も良かったけど、2のマリアもいい。てかみんなのターン来るならこれ、ワンパンできたんじゃねえのこれ。なんか作戦火とかにしとけば。邪魔くせえ後ろのやつ片付け、あ、無理か、届かんねえ。必殺撃つでしょ、こいつ。逃げた、こいつ。うわ、回復。最低、こいつ。あ！燃えろ。あ？じゃあ通常攻撃か、これ。3って。アイリス、行きまーす。なめとんのか。悪い。またアイリスの番回ってこない。ああ、移動力がないからな。
移動力がないからみんな届かねえよ。なんか楽しいです。やっぱマリアの花組の母感がすごいんだよ。こいつ届かないでしょ、こいつ。あー、カンナで届くか。もうしょうがない。まあそんなもんですよ。作戦ヒリ行く。もう終わる、終わらせる。終わりじゃ、もう貴様の命運も突き取るぞ。ほら来た、クリティカルっぽい。甘みあるじゃな。一番大人だからな、やっぱ言ってもな、雰囲気。あ、またクリティカルか、これ。どう、おっしゃ、来た、ズバン。100はいくっしょ、つえー。だからもう一回囲んじゃうとみんな連携の範囲だから、誰かが一人でも引っかかればもうそれいいんだよな。みんな食いつくれてない。来たー、つえー、連携がつえー。終わる。こっちの必殺技を拝まずに終わる。見せてくれマリア。あ、一歩ずれてる。もう一歩だ。あれ、またクリティカル。そこです。よし、強すぎ。終わったし、なぜだ、なぜこの私が勝てぬ、こんなゴミどもに。覚えておれよ、ゴミども。燃やしてやれ、燃やしてくれる。過激団もこの帝都もゴミはすべて燃やしてやる。逃げた。へへ、どんなもんや。逃げられてしまいましたね。ですが市民に被害がなくて幸いでした。いや、本当に危ないところだった。マリアが来てくれて助かったよ。遅くなって申し訳ありません、隊長。マジいいなおかえり、マリア。みんな元気そうでよかった。で、米田支配人はどうなの？知らないんだ。米田藩、もうピンピンしてはる。病室で宴会やってるらしいで。そうや、こっちも宴会や。うちの宴会くん代用でパーッと盛り上げたるわ。いや、それはつって相変わらずね、コーラン。でも大事なこと忘れてるんじゃない？ああ、せやな、いつものあれやらんと。でもマリアちょっと明るくなってるよね、ワンに比べたら。まあ、随分明るくなってる気がするわ。だからそのワンの時背負ってた影みたいなのはなんかやっぱもう払拭できてる感じがある。ああ、これで鍵被弾も全員勢揃いしたことだしな。よし、やるか。ほな、行くで。せーの、来るぞ。勝利のポーズ決め。癒しですわ、癒しですわ。これでフルメンバーかな。まあ、レニー織姫だな。星組チームがどうなるかだな。あ、いいわ。
BGM に父癒されるわ、ほんと。深川の火災から数日後。え？それやったら料亭にいたあのおじいさんが、いかにもそのじいさんがこのわし、海軍大臣山内和豊じゃ。山口大臣、料亭では全く気づかず大変なご無礼を。ごめんなさい、私おじいさんだなんて。何かまわんて、わしもお忍びで出かけたんじゃからな。まさか料亭の飲んだくれが海軍大臣だとは気づかんじゃったろ。恐縮です。帝国過激だ。お主たちの戦いぶり実に見事じゃった。国旗界なる敵は明らかに魔的な力を持って帝都を脅かし始めておる。また一部過激派による不穏な動きが伝えられる昨今、軍部が大っぴらに動くことは避けたいのじゃ。いやが、わしは帝国海軍を動かし帝国歌劇団を支援することを約束しよう。おう。それとわしは歌劇団のファンでな、花組の芝居が見たくてたまらんのじゃ。これからもいい芝居が見られるように財界に口添いしておこう。めっちゃいいパトロン出たな。それってもしかして貧乏暮らしから脱出できるってことか。この神崎すみれの舞台を毎日ご覧になって長生きしてくださいませね。わーい、おじいちゃん大好き。なんかアイリスが言うとガチのおじいちゃん感がすごい、ね、そう言われるとわしも嬉しいの。頑張れよ若いの。はい。よかったですね隊長。来た癒し。ああ、これもさくら君とコーランが暴走してくれたおかげだよ。カテカのさくらくん、かわいいな。温泉、それは体の休息。夏休み、それは魂の休息。久しぶりの温かい時間。次回桜大戦2、嬉し恥ずかし夏休み、大正桜にロマンの嵐。今は私だけを守ってほしい。